しね、あん何を？これこれ、シュークリームがあるからね。手を洗ってうがいしておいで。お友達も一緒にね。はーい、ばあば。ミーコってひどいね。え？だってひーばあちゃんのことばばばばって。ばばあじゃなくてばあば。ばあばっていう呼び名はね、ミーちゃんが赤ん坊の時私が教えたんだよ。ほーら、ばあば、ばあば、呼んでごらん。ばあば、ばあば、ばあば。よくできたね。それからみーちゃんはずっと私のことばあば、ばあばってね。さて、せっかく4人も揃ったことだし、花でもやるかね。待ってました。花って？花札。ただいま。ミーコ、鎌倉のバーバ来てる？よっしゃ、それ来た。イノシカちゃった。花見でいっぱい。よっしゃー、赤タイム。マリちゃん、もう7時よ。うわー、たたいへん。お邪魔しました。ミーコ、夕飯の準備しておいてって言ったでしょ。あ、いけない、忘れてた。おや、それじゃあ私も手伝おうかね。バーバはお客様、いいから座ってて。いやいや、みんなでやっちまおう。その方が早いからね。はい。バーバも子供の頃はつい花札に夢中になってね、弟や妹の世話がお留守になっちまうもんだから、しょっちゅうお父さんに叱られたもんだよ。花札って時間が経つの忘れちゃうもんね。おや、みーちゃん、人参が残ってるよ。もういらない、守るあげる。俺も食べた。あげるってば。いらない、食べてよ。いいよ、自分で食べる。もう何やってんの。ほれ、お箸同士で食べ物渡しちゃいけないよ。ごめんなさい。俺見ろ。掛け布団一枚でいい？はい、ありがとう。バーバー、何か面白い話して。こーら、これこれ、兄ちゃん、お布団の上ずかずか踏んじゃダメだよ。はっ、叱られた。夜中に口笛吹くのもダメ、泥棒が来るからね。ごめんなさい。で、なんだって？なんでもない。お部屋、お部屋。でもしちゃった。うん、守はとっくに行ったわよ。早く食べちゃって。はい。あ、忘れてた。遅刻しちゃうよ。みーちゃんや、ちゃんと座って食べなきゃ体に毒だよ。だって急いでるんだもん。私しょっちゅうやってる。ごちそうさま、行ってきます。みーちゃん。え？ほら、まだご飯粒が残ってるよ。あー、遅刻しちゃう。少しぐらい遅れても綺麗に食べていきなさい。
お米一粒にはね、七人の神様が住んでるんだから、粗末にしちゃダメだよ。まあ、バーバってうるさい！え？ミーコ！行ってきます！こら、そういう口の聞き方して！もう謝りなさい！ごめんなさい、おばあちゃん。いやいや、いいんだよ。どうしたの、ミーコ？お腹でも痛いの？別に。やっぱり、おココという人がいないと食が進むよね。みんなの？俺、魚のフライ苦手。うん、じゃあくれよ。脅かすなよ。お箸とお箸で物を渡しちゃいけないんだよ。え、なんで？え、そうだよ、なんでいけないんだよ。それは、あたし知ってる。ゆっこ、お葬式で亡くなった人のお骨を壺に入れるでしょ。その時二人ずつお箸で取って入れるの。だから普段の時はそんなことしちゃいけないって。へえ。ゆっこよく知ってるね。うん、ずっと前おじいちゃんに教えてもらったの。へえ。もうバーバってうるさい。はあ、ミーコ、どうかしたの？ただいま。パパ？みーちゃんへ、急用を思い出したので帰ります。せっかく久しぶりに会ったのに、口うるさくしてごめんね。お詫びに、みーちゃんの大好きな鬼まんじゅうを作ったから食べなさい。ばあばもね、みーちゃんが可愛いから、ついついうるさく言っちゃうんだよ。機嫌直して、ばあばのところにも遊びに来てね。いつも元気でいい子なみーちゃんへ、ばあば。食べよう。でも急用ってなんだろう。まさか違うよね、バーバー。ごめん。間に合った。どう、テルさん、こっち、こっち。田村正和の無料映画館、忘れるとこだった。こっち向いて。